このキャラメルクリームの匂いがいいんだよね。サンキュー、若葉ちゃん。ほんと、続きちゃん、甘いもの好きよね。3度の飯の後には必ずデザートがモットーだから。はぁ、もうこんな時間、昼休み終わってるよ。はぁ、これが捜査会議をサボってまで地上に買いに行ったシナモンロールか。うまそうだな。返してくださいよ、課長。あら、わたり、匂いやな。はい、はい、ぐしょうし。おいしそうですね。はい、たつみ、そんなに都築さんをいじめたらかわいそうですよ。たつみ、ありがとう。さあ、さっさとみんなでいただきましょう。こんなに小さくなっちゃって。あ、お返しだ。食べ物の恨みは怖いぞ。特に俺はこれに関して。ゲット、カラー。なあ、おい、それは。あらら、そうだね、イージリー。俺のお手製カレーライス、味見してくれないか。お前の口に合うといいんだけど。別にいいけど。どうどう。ほう、言葉にならないほど美味しいと。そうだろそうだろ、俺の自慢の特製スパイスを使ったんだもんな。待ってろ、もうちょっと煮れば出来上がりだから。さすが死神、味覚まで死んでやがる。大丈夫か、みんな。そんなことより体見せろ、体。何やってんですか、渡さん。ダメですよ、そんなこと。よし、どこにもないな、助かった。何にもあらへんで、安心し。渡、お前、俺をそんな風に見てたのか。ちゃうわ、ボケ。あのケッタクソ悪い犬野郎がお前の体に寄生してへんか調べたんや。何の騒ぎでしょう。ノーノー、アイハブノーマネー。あの人は。だからもう怪しいもんじゃないってば。響さんにちょっと用事があって。 Where do you think you're going? Don't you know that from this point on it's the VIP room? もう日本語で話してくれよ。いって鈴木さんね、私とポーカーで勝負しませんか。チップではなく別のものをかけて。別のもの。そう、例えば体とか。何考えてんだてめえは。ゲームですよ、ゲーム。それとも私に負けるのが怖いんですか。あれ、じゃあ俺が勝ったら。そうですね、もし万が一あなたが私に勝てたら、私の知っている情報を提供しますよ。女の幽霊についてなんていかがですか。マジ？私の手はキングのフルハウス、あなたの手はハートのフラッシュ。はい、おしまい。